鹿児島でね、営業の時に般若さんハンニャさんが鹿児島来て、うん、で1日一緒に3人でロケして、うん、でそのままハンニャさんはその鹿児島の中央駅っていうでっかい駅前のステージでそのネタをするみたいな、はい、時でそのロケとそのネタの間に30分ぐらいかな、うん、時間あったから、じゃあちょっと近く その居酒屋とか行って、うん、まあ、軽くその飲むイベントだったから、はいはい、まあ、軽く飲んでもいいってことだったから、じゃあ軽く一杯ぐらい引っ掛けてから行くかみたいな、うん、あそうしましょうそうしましょうみたいな感じで行ってて、その中央駅っていうのでっかいところ、うん、駅前をバーッと歩いてたら、その50メートルぐらい先にさ、うん、本当にいかつい、そのいかつい系の人、うん、いかつい系の人というか、まあ、その高校生なんだけど、うん、ちょっとそのタトゥーも入ってるし、高校生だけどタトゥーも入ってる、そうそうそう、激ヤンチャじゃん。そう でその5人組ぐらいが、うん、もうもめこんななってたのよ、うん、それいつらその人たち同士、そうそうそう、でその取り巻く女の子たちももうやめなよやめなよとか言って、最悪の現場だね。もうそうそう、でそのやめなよにも煽られるじゃん男って。そうだからもうむっちゃやってる、女子も見てるっていうのもある。そうそうそう、で般若さんと俺とその鹿児島の社員のウトっていうで4人でバーッと歩いてて、あ、あやばいぞやばいぞってなってて、はい、頭の中でね。そうそうそう、はい、そこ通るから俺たちは、でうわどうしようかなと思ってたら、もうそう考えてる時にもカナダさんがバーッと走っていって、おい何やめろやめろよやめろよ、やめろやめろみたいになって、うん、いやすごくないと思って、いやすごいすごい。でそれでもう最初のうちはさ、その生きってるやつらもさうるせえなってこうやってんだけどさ、途中からさパッて見てさ、あのズクダム運軍じゃんみたいになって、あー彼だ、そうそう、でああそうそうだけどやめろやめろって、ズクダム運軍じゃんみたいになって、やってよみたいなこと言って、もういいよいいよいいよって、カナダさんがちょっと怒って帰るっていう最後。でもやっぱその売れっ子だから、もうそれだけで喧嘩止まんの。あなるほどね、マジで。俺だって俺が言っても絶対もう無理だから、ね、意味ないよ、意味不明だもん。そう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 、意味不明なやつが来てそうそう、まずこいつボコってから始めようよ。そう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 、だからね般若さんやっぱすごいかっこよかった。やっぱでもそこ行ける人ってやっぱすごいよね。そうそう、正義感というか、そう普通行かないもんね、うん、そのもうあんまいいやってなるじゃん、うん、そこをカナダさんパーって行って、で迷いがないでしょ、だってそういう人って。そう一回頭の中考えるじゃん、あそうこれ行った方がいいか、でもどうだ、そうで行ったらなんかそのビタになりそうだなとか考えるじゃん、そうそうそう、痛いの嫌だしみたいな、ああいう人たちは考える、考える、うん、